はい、皆さんこんにちは。これ今日はですね、8月に種をまきまして、無農薬栽培をしました白菜のですね、収穫をいたします。無農薬なのでね、網がちょっと4ミリということで、まあ、小さい虫が少しは入りましたね。で、外側の葉はやられてますけども、中は綺麗ですからね、非常にこれ成功したわけです。で、これをね、これから収穫します。はい、このように網をね、取りましてですね、網を取りまして、これから収穫するということですね。はい、このようにね、立派な白菜を収穫いたしました。無農薬、これはね、無農薬で薬剤が全然かかってませんのでね、非常に安心してね、食べられます。これをね、それではこれからね、漬物にしたりね、いろんな料理を作って、食べてみたいと思います。